せーの、テイスティングノンシュガーパーティー。はい、みなさんこんにちは。まなかのん役の田中みなみです。月川ちり役の大森にちかです。こんにちは、お願いします。そして、はい、太陽鉄板役の山下ななみです。楽しんでいきましょう。この番組は我々ノンシュガーの初アルバム、テイスティングノンシュガーとノンシュガースペシャルイベント約束のテヘペロピタですわ by プリパラ、はい、ブルーレイの発売を記念したワイワイワチャワチャのワイワイワチャワチャの特別番組となっております。嬉しいね。嬉しいね。はい、そうなのよ。ちょっと見てよ。ねえ、かわいいじゃん。かわいいじゃん。お揃いのエプロンなんかつけちゃったりして、まずはノンシュガーの楽曲スパイシーホットケーキにちなんで、うん、ホットケーキ作りに挑戦します。はい、いつかやると思ってたね。やりたいわ。やりたいって言ってたっすね。どっかのタイミングでやるだろうなと思ってた。美味しいホットケーキを私たちのやつ頑張って作りましょう。頑張るぞ。ホットケーキ焼いたことないな。焼いたことない？ない。人生で一回も？ない。初めてのノンシュガー？そう。マジで？最高じゃんそれ。ちょっとななみさんが、うん、任せた。測ってくれる。計量カップがないんですよ。もうサバイバルでいいじゃない。サバイバルでね。味が良ければいいんですよ。はい、入れてみたよ。いいんじゃない？でもいいんじゃない？卵をね、潰しながら。ねえ、うん。あ、でもいい感じだよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。ほんとだ。あれ？ちょっと、あなた天才じゃない？ほんとだ、やっぱり私は天才だった。滑らか、滑らか。いい感じ。ほんとだ。で、その混ぜてるみんなに取ってあげる。あ、ほんと？うん、チェキで。あはは。いい、いただきます。いいんじゃない？いいんじゃない？いい感じ。わー、かわいい。かわいい。大丈夫？うん、大丈夫。いい感じ。だからさ、お便り読むか。ここで？ミチカチュ焼いてみたら？うん、焼いてみていい？うん、私読むよ、じゃあ。ほんと？うん、ちょっとあの、ななみ先生がそばにいてもらって。あ、確かに怖い。ミチカチュがやって、初めて焼いちゃう。もうフライパン温まったよね。焼いていくぞ。頑張って。じゃあお便り読みますよ。皆さんから送ってもらったお便りお願いします。読みます。じゃーん。まずはドン、あゆみさんからです。ありがとうございます。夏真っ盛りな今日この頃ですね。今年はなかなか遊びに出かけるのも厳しいご時世ですが、それでもやはり夏は楽しいことや美味しいものがたくさん。皆さんはプライベートで会うことも多くあるかと思いますが、3人で夏にやってみたいことはありますか、という。大丈夫ですか？ちょうどミチカちゃん、やめて。違う違う、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、落ち着いて落ち着いて。これどうしたらいいの？違うよ、もうちょい入れる生地。これはできるの？これはこれ結構難しいよ。いや、これいけたら本当。なんだっけ、お便り言ってた。あ、そうそう、お便りね。夏のやりたいことって言ってなかった？夏やりたいこと、やりたいこと。男子が3人で、あゆみちゃんがせっかくくれたからね。ね、なんだろうね。エアコン効いたところがいいな。ークーラー効いてるとこ。室内、室内、室内で何かできること。何かできること、何かな。アイ施設あんじゃん。スポーツいろんな種類できるよみたいなさ。いいね。屋内で。そう、アスレチックもあるし、うんうんうん、みたいな。で、なんか。流行っとるよな、今。そうそう。巡っていけるみたいな、いろんなスポーツを。いいね。それやってみたい。いいじゃん。行ったことない。そう。ないとこ。マジで？うん。涼しいとこがいいけど、うん、あの、キャンプみたいな森の中でさ。わかるよ。あの、そう、ライブのあのさ、可愛かったよね。ああ、うん。グランピングのテント。いや、グランピングならいいよ、ね、グランピングなら全然やるよ。やりたい。川で釣りやってみたい。あー、なんか川涼しそうなイメージある。涼しそう。いいな。川の魚ね、釣って、焼いて、丸焼きにしてこう棒刺してやりたい。
似合う勝手にやってそう勝手にあれ何いなくないと思ったそれしてる焼いてるのみたいな意外と野生児やっぱペッパー味をねそこで感じるよねえなんかボロボロになってないえやばもういいんじゃない大丈夫これ見てない間にえひっくり返すのってこううんえこれでいいんじゃないあいけるそれいけるみちかちゃん初のホットケーキスパイシーホットケーキあり香ばしい香ばしいよねこの掛け声いいよスパイシーホッケーいけたありだねいいじゃん楽しいいいじゃないチェキも撮ってみようちょっと見てみましょうあ焼いてる私そうはいチーズえいと思いますみなみくあじゃあみなみくか私行きますかじゃん私はお手紙その間、okay、読んだりなんだりしますじゃあ私、こまごまとして、うん、やっていきます、はい、小さいものってことですね、うん、私読もうか、じゃあもう焼いた人は読むね、じゃあ、 あでも焼いた人がね私ちょっと、いいこと思いついたうわ、でもできるかなあ、ダメかもやばいね、なんかやってる、大丈夫ね、何やってるのダメだこれ、ちょっとあのね、うさぎさんにしようかなと思ったスプーンとか意味ないか確かにお便り読んでいいですかどうぞお願いしますビールさんビールこんにちは呼び捨てありがとう皆さんこんにちはこんにちは甘くないノンシュガーですが、うん、皆さんは最近甘くないなと感じた出来事ありますかもう今すごい厳しい状況に立たされてるんですよ私は思ってる私はこれだなって思ったら甘くない意外とホットケーキ作りって甘くないいや甘くないですあでも見ていやすごい、うん、整ってきた軌道修正が半端ないうさぎにしてんのうさぎ型にしてるすごいあやばいやばいやばいいけるいけるあの言わなきゃ掛け声掛け声あ待って耳が破けるえ頑張ってちょっとフライパン落とさないでねありがとうあちょっと顔が持ってた？いくよ、はい、スパイシーホッケーキ耳がいっちまったけど、ね、大丈夫です耳がでもさ、色白うさぎちゃんで可愛いんだけどあ、よかったよかったじゃーんじゃあ一回切っときますねはいはいどうでしょう可愛いえ、可愛いうさちゃんだ結果的に確かにちょっとなんかデフォルメされた感じになってますよじゃーんいいサイズ感じゃないいいと思います、うん、できましたすごいいいねいいねいいね焼いていきますお願いします山下さんはどういう感じに山下さんは普通に丸を作りたいんだけど、うん、おうほうほうあ、ちなみにねここに、うん、そういえばベーコンとかあるんよ肉焼いちゃう焼いちゃう焼いちゃう卵もあるけど卵も使う後であほんとじゃんやばいなナナミのナナミのすごいやつすごいのになりそうじゃないねえちょっとこれチェック取ってあ、オッケーやっぱ必要でしょうんこれ大事いきますわよはいはいいきます取るよオッケーなんじゃない生産者の顔してみた顔してみた結構もう泡立ってんだけどあ、ほんとほんとだ あ、いい感じかも早い早いちょっと待ってカメラも何も気にせずそしてスパイシーホットケーキの掛け声もせずやっちゃったいたえ見えてなかったし私完全に家だったすまんすまん完全家だったね今次おーもう止める暇もなくおー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 大丈夫肉があるから肉を流す時に言うね肉を流す時かなまあいいわあー面白いわじゃあもう一回読もうかな読んでください
魚介類食べ放題さん。ありがとう。ありがとう。魚介類。ナンシュガーの皆さん、初アルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。保存用、布教用、鑑賞用に3つ購入させてもらっています。肉うるせえよ。あれも思った。せっかく読んでんのによ。肉がジュージューいっちゃってるわ。申し訳ね。ボルテージめっちゃ上がってる。質問いいですか？はい。はい。なのですが、日常生活の中でついついたくさん買ってしまうものってありますか？よければ知りたいです。日常生活の中でついつい買ってしまうもの？服か。もう、この間衣替えをね、したのよ。私もしたってか、断捨離した。そう、そういうことね、断捨離含め衣替えをしたんだけど、もうすごい量。はみ出てる。すごそう。ロッカーから。どうしようね。どうしようね。芸能人ってさ、なんかさ、家と別で衣装ルームみたいな。あるよね。あるじゃん。うんうん。すごいよね。でも、ちょっと気持ちがね、ちょっとだけ分かっちゃった。うん、なんか、欲しいなって。欲しいなって。私、薬局とか、とか大好きなのよ。なんかそういう、なんだろう、いろんなものが売ってる。うん、コスメとかさ、はい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 、なんかこう混ざりこう混ざりに混ざってさ売ってるとこ、あそこやばい。もうカゴ持ったら最後もう山盛りてんこ盛りにしてレジ行ってで開封してなんで買ったんだろうみたいな。わかる。みちかちは。最近ねついついね猫買っちゃいました。ついついで買うんです。ついつい、やばそれは。2匹目を迎えしちゃいました。花丸ちゃん。あれは完全ついついでしたね。そのブリーダーさんのインスタをずっとチェックしてて、うんうん、で、普段もね、チェックしてたんだけど、なんかまあ、1年後か2年後ぐらいかなって思ってたら、もうある夜突然、もう会いに行くみたいな感じで、運命の出会い。たまらなくなったのね。たまらなくなって、もうその1週間後には家にいた。良さそう、行くよ、スパイショップケーキ。よよよよ。今度こそ。今度こそ。肉だった私。行くよ。せーの。スパイシーホットケーキ。バーン。わー。テンション上がる。いい音。美味しそう。いいね。めっちゃいい匂い。美味しそうです、ね。それもせますんで。ドーン。朝ごはんができました。揃ったね、一回ね。できました。こっからデコレーションを始めますか。おのおのしていきましょうね。どうしようかな。じゃできましたー。やったー。できたー。じゃあちょっと見せますか。ね、そうね。見せられるかな。すごいね。本当。なかなかいい感じじゃない？みんなそれぞれバラバラだね。うん。本当に。いただきまーす。ここからは3月の単独イベントについて振り返ったり、教えたお便りを読んでいこうかなと思います。